吉田博士9月19日から1950年4月5日は、日本の洋画家、版画家。自然と写実そして史上を重視した作風で、明治、大正、昭和にかけて、風景画家の第一人者として活躍した。旧久留米藩市、上田田秀行の次男として、久留米市に生まれる。1888年、福岡県立周遊館に入学。 1891年、周遊館の図画教師であった、洋画家、吉田笠三郎に画彩を見込まれ、吉田家の養子となる。1893年、周遊館を卒業し、京都で洋画、家田村宗律に指示。1894年、三宅勝美と知り合いその影響で水彩を描き始め、三宅の勧めで上京して、小山翔太郎が主催する不動者に入門し、後に、 明治美術会の会員となる。1898年、明治美術会10周年記念展に、運明きら新集、雲などを出品。1899年、中川八郎と共に渡米し、デトロイト美術館で日本画家水彩画展を開催。翌1900年には、ボストン美術館で二人展を開催し成功。その後通して、イギリス、フランス、ドイツ、 イタリアなどを巡歴し、パリ万博において、日本現代画家作品展示、高山流水が法上を受けている。米国へ戻り、三谷国志郎、河合晋三、鹿野小木武志郎、丸山万華、中川八郎などと、ボストガートクラブで、日本画家水彩画展を開催。1902年、前年に解散した明治美術会を引き継ぐ形で、吉田の発案により、 三谷国志郎、石川虎寺、中川八郎らと太平洋画界を結成。同年、第一回太平洋画界展を開催し、春名湖など13点を出品。1903年の第二回展では、昨夜の雨など21点を出品している。後に、太平洋画界は、黒田清照らが創設した白馬会と共に、明治時代の画壇を二分する団体として発展していく。 1903年、二度目の都米で、ロストンを拠点に展覧会を開催し、この二度にわたる都米により、画風の基礎が出来上がり、かつ豊かになった。その後、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントン DC などで展覧会を開催し、欧州諸国、及びモロッコ、エジプトを巡歴して、1906年帰国。1907年、東京官業博覧会で、 ニューヨークブルックリンの UK が2等賞を受賞。第1回文部賞美術展覧会でピラミッドの月夜、新月などを出品、校舎が3等賞を受賞し、文部賞買い上げとなる。1908年、第2回文展でウゴの優雅二等賞を受賞。1909年、第3回文展で千古の雪が2等賞を連続受賞。1910年には、 第4回文展の審査員に任命され、1913年まで務めている。その後は、無監査として毎年文展に出品し、1919年の帝国美術院創立後も、その展覧会である帝国美術院展覧会に作品を発表し続けており、1924年以降、数回にわたり、定点の委い員いや審査員を務めている。早くから、 風景画を題材とし、特に山岳と建物を好んで、モチーフに選んだ。夜の光の持つ上司を扱った作品も多い。1920年、新版画の版元の渡辺昭三郎と出会い、渡辺版画展から木版画の出版を開始し、1921年、牧場の午後及び小舟のシリーズを出版。しかし、1923年、関東大震災により、 木版画と版木をすべて消失し、三度目の飛べこの時、渡辺木版画法により制作した、木版画7種を持参していくと好評を得た。また、海外では粗悪な浮世絵版画が高額で取引されているのを知り、日本人として恥ずかしく思ったという。こうした経験から、これ以降、和な画風の木版画の作品が多くなっていった。特大版のもので、 数十度すりとなったものもあった。数多くの富士山を描いた作品を見ると、葛飾北斎から刺激を受けていたと考えられる。ボストンを拠点に、フィラデルフィア、デトロイトなどで展覧会を開催。1925年、欧州歴法の後に帰国し、新宿区下落合に吉田版画スタジオ創設、木版がアメリカシリーズ、ヨーロッパシリーズを自ら、 半元となり、出版を開始。1927年、日本及び、ハンガリー現代版画展に40点を出品。1936年、日本山岳画協会を結成。1937年、第1回文部省美術展覧会に、利リ尻リ姫沼を出品し、利用機買い上げとなる。戦時中は、従軍画家として、中国へ赴いている。戦後は、 欧米での知名度が高かったせいか、吉田のアトリエは、新中軍の芸術サロンのようになった。敗戦直後の1945年の秋には、いち早く、ダグラス・マッカーサー夫人も、下落合のアトリエを訪問している。米軍のバンカースクラブでの版画講習会や、参加者を募って、アトリエ見学会が毎月開かれるなど、吉田作品の人気は、極めて高かった。 1947年、太平洋画会会長に就任し、第3回日本美術展覧会の審査員を務め、書集を出品。1950年4月5日、新宿区の自宅で、老衰のため死去。去年74、墓所は文京区白山の竜運院。法名は大貴院、春峰通る新古寺。夫人の吉田富士を、長男吉田園児、次男。 吉田だ高、その夫人、吉田千鶴子、その長女吉田愛帯と揃って、版画家であり、吉田ファミリーとして著名である。なお、次男、穂高が伝えた、吉田博久急造不動車資料を、府中市美術館が所蔵している。ありがとうございます。